係が離れます。スタートしました。さあ先行争いです。何が行くのか、ポジションが定まりませんが、外からアランベリテが伺います。最内から3番のナボーナも先行していきます。前に並びかけます。あとは7番トンジンチレクランスリードと続いています。さあ周回コース2コーナー付近、さあ突き放しましたアランベリテです。5馬身6馬身7馬身のリード、2番手には3番のナボーナがつける展開です。3番手の位置並んで内1番のレクランスリール、そしてその外からはとトンジンチがつけております。そして1馬身後方ですが、夢は果てしなく、さらにその外からはコートパルフェが追走して、内朝がなくゼッケン2番のトゥルブレンツが追走です。その外からはアレンテージュが行っています。さらにその後方からは徐々にルールザウィングスが接近、さらに内5番のゴルデールスカー、あとは下がりましたアランベリテ、ナムラマイケルが追走しています。そしてその後方からは10番のハットリ。さあ各馬3コーナー外回りカーブしていきます。1番後方からは名将卓木が追走しています。さあ前は飛ばしております。ずっと飛ばしています。12番のアランベリテ、アランベリテまだ飛ばして10馬身以上のリード、先頭は600を通過、今2番手集団が600を通過いたしました。そして3番手の位置ですが、9番の夢は果てしなく、トンジンチ、最内1番のレクランスリール、さらに外からはスーッと接近する11番のコロトパルフェ。さあ先頭はアランベリテ、アランベリテ先頭でまだ5馬身6馬身7馬身のリードがあります。そして2番手の位置ですが、3番のナボーナがつけている。そして外をつきましては6番のアレンテージョが今単独3番手を伺って前へ上がってくる。さらにはトンジンチ現在 4,5 番手というところ。さあ先頭は粘り込みを図るアランベリテに3番のナボーナが並んでかわして2番手争い接戦か。先頭3番のナボーナ合輪、ナボーナ勝ちました。